楽しみ中を妨げて申し訳ない。盗賊か。人呼んで闇目付。闇目付だと。有馬家、南部家、奥平家、小笠原家、いずれも御大藩のお留守居役の方々でござるな。さりながら留守居役相都道でかかる催しをなすは、ご公儀より固く禁じられているはず。大目付の目に入れば、おのおの方はもちろんのこと、おのおの方もしかもただでは済まいな。どうしろというのだ。これに署名決判願い。おい、文政2年4月10日夜、我ら4人柳橋八軒堀の料亭浮船において女の卑猥なる裸踊りを催せしこと、相違これなし、見に実証なり。馬鹿を申せ。そのようなものに署名なんかできん。できぬと申されるか。金で話をつけよう、金で。松野越前の神様が先年肥前唐津より浜松にお国替えになって以来、藩の財政は火の車だ。それでもわしは幕閣の要職について幕政を改革したいという殿のお志を叶えて差し上げたい。武蔵屋、この通り頼み申す。わかりました。ご家老のお人柄はよく存じております。1万両ご用立てしましょう。貸してもらえるか。ありがたい。殿や家中に代わって礼を申す。これは借用証文じゃ。わしの名前でよかったんだな。よろしゅうございます。確かに。何者だ。闇目付。闇目付。あ、それは誰。柳橋の八軒堀の料亭でね、お留守居の方々が女が素裸で踊るのを見物していなすったんですってさ。そうしたらね、素裸。おい、なんて茶屋だ。浮船ですけど、聞いてどうなさるの。いやな、高額のために一度見ておきたいと思ってな。女の裸踊り。あいた。誰に鈴つけてもらったんだい。どれ、どれどれ。どうやら金だけじゃなさそうだな。これ見てくれ。これは知っての通り、例の謎の人物、沖縄の御前が勢力下に収めたと見られる部分だ。ところがだな、襲われた留守居役の属する
有馬、小笠原、奥平、南部、いずれも沖縄の御前の手の及ばぬところばかりだ。夜逃げつけは沖縄の御前の一味か。うん、特に江戸家老が落語様宛てに書き置きを残して自害した松野家の藩主、松野越前の神様、今はおじさ奉行だが、いずれは幕藩改革の担い手となると、落語様が最も信頼されているお方なんだ。なかなかのお働きぶり、沖縄の御前もお喜びです。残念ながら江戸家老め一切の責任を取って自害してしまいましたゆえ、松の越前にさほど打撃を与えることはできませなんだ。実はそれについてあなたにお引き合わせしたいお方がある。どなたかな。昨年殿のご不興を被って大奥を下がられた元お中老お京の方様。なるほど。なお今度の件に関して花房出雲なる者を妨害に出ると予想されます。花房出雲。それがね、顔の前に黒いシャーの布を垂らしてたから顔は分かんないんです。うん、年頃は若くもなけりゃ年寄りでもない感じ。でも恐ろしいほど強そうでしたよ。あの時のお留守の旦那方どうなっちまったんだろう。殺された一人を除いて後の三人は即刻国元へ戻されて謹慎中だそうだ。私も咎め受けるんでしょうか。なあに、それぞれの藩が世間体を気にして一件をもみ消しちまった。あれはなかったことさ。それがね、あれからお茶屋が怖がって私を呼んでくれなくなっちまったんですよ。他に芸はないし困っちゃう。はい、さあこれは話の聞き陳だよ。まあくよくよするなよ。さあ飲め。ありがとう。いい人ね、旦那。ね、旦那。ん？見せてあげようか。私の踊り。闇目付けなる者、今宵鳥の国谷中妙法寺に現れるはず。妙法寺か。松の越前めは憎い男じゃ。この妙法寺を将軍家の祈願寺にしたいという父の願いを退けたばかりか。そのことにかこつけて上様から私を引き離し大奥から追い出したのですよ。越前がいる限りわしら親子の夢は叶わぬ。闇目付殿、お前様が弱みを握っている閣僚や大名を動かしても越前めを幕閣から引きずり下ろすことはできないのですか。なかなか。松の越前めことのほか上様の信任厚く、また生来の堅物でしてな、容易に隙を見せませぬ。しかし世に弱みを持たぬ人間はおらん。松の越前も所詮生身の人間、やはり弱みはあるのです。それをご存知なのか。松の越前を葬りたいばかり、わしら親子が苦労してやっと探り出したのです。ただの弱みではございませぬ。もしその秘密が公になれば、松の越前めは幕閣にとどまることはおろか、おそらく家名断絶、身は切腹となりましょう。それほどのものを。してその越前の秘密とは。
な、花房出雲。貴様が闇目付けか。殺せ。してあげるわ。私の家すぐ近くなの。女房さん、さっきも確かにこの辺りでちらっと姿を見た。いい気持ちだ。酔ったかな、これ。あ、これ。これと申せ。さっき、怪我をした私が、あの酒場に来なんだか。来た来た。何に今もいるか。ほら、晒しもらって傷口当てて、あっち行ったな。しまった。Thank you.
運がいいので首に当たらなくて、うん、起きられる？いや大丈夫。助かった、ありがとう。いい目をしてるわね。何かを信じて、それに命をかけてる目よ。昔よく似た目をした人がいたわ、うん、遠い昔だけどね。たくましいのね、うん、あなたは奥さんいるの？いや、いない。そう、どうせ 2,3 日帰れないわよ。先生、知恵って言って。それじゃあ知恵さん、知恵さんはどこで医学を？長崎、うん、私ね、オランダ船の医者と丸山の遊女の間にできた子なの。少し毛色が変わってるでしょ。気がつかなかった？父は母や私をとても可愛がったんだけど、無理やり国に返されてね。私は父が残してくれたお金で医学を学んだ。年頃になってからいろんなことがあって長崎にいるのが嫌で江戸へ出てきたの。今じゃもぐりの恩返しだよ。これを飲みなさい。痛みが取れてぐっすり眠れるわ。ありがとう。こんにちは。ああ、こちらさん。おにぎりなんか作って、出かけ？ちょっと仕事にね。旦那も一緒？いや、大将ダメなんだ。怪我して。なんですって？旦那が怪我を？うん。まあ、命にさせられないから心配いらんよ。肩怪我して動けないのよ。それでどこにいらっしゃるの？大丈夫だよ、乱っぽいのとこだから。珍しいことにね、女の医者。女の医者？はい、ばあさん、ばばあってね、年はさ、60、いや70ぐらいだったかな。シワだらけで幅抜くとこんなになってね、鼻水垂らし。大したことないわ、大丈夫よ。お金は、お金なんかいいわよ。それより金曜が寄らずによし。これで美味しいものでも食べさせてあげなさい。元気になるわよ。ありがとうございます。ありがとう。よかったわね。ありがとうございました。知恵さん、大層世話になった。また出直してくる。あら、まだ動いちゃダメですよ。いや、おかげさまで、この通り、大丈夫だ。そう？じゃこれで。無理しちゃダメよ。2、3日したら、様子見せに来てくださいね。必ず、約束する。弁当持ってきてやったぞ。あ、どうも。変わったことはないか？はい、今のところ。これなんてことですか？いや、もう鼻は大きいのが一つあるからもういい。しっかりやれ。はい。しばらく下がっておる。あ、何が釣れるかな？ああ、泥の中にうごめく大魚ですから。越前じゃ、名は申し上げません。かぶり物もお許しいただきます。よい、分かっておる。闇目付けなるものをご存知ですか？聞いている。お奉行に狙いをつけておりまするぞ。わしに？ああ、
では千夜の事件も。その第一歩、元お中老お京の方とその父日円も同伏しております。そうであったか。やんめつけなる者は他人の秘密や弱みを握ることにかけては恐ろしいほどの感知に長けたやつ。あよもやとは思いますが、お奉行には何か余人に知られてはならぬ秘密をお持ちでは。わしが？はて、思い浮かばんな。さようですか。では当方で。頼む。築地のご隠居に吉奈に。は。出かけるのか。ええ。今日こそ松の越前めを震え上がらせる品物の何かを突き止めてまいります。様の仰せではございますが、当節お役人の目も厳しゅうございますからな、さようなものはなかなか手に入りませぬ。肥前屋ともあろうものがなんとまあ気の小さいと申されましても。肥前屋、近く私はもう一度大奥へ呼び戻され役職に就くことになりました。おお、それは、いや、おめでとうございます。さようでございましたか。そうなれば大奥へ出入りさせるもさせぬも私の思いのまま。どうです、私の頼みが聞けそうかしら。お方様、そのお話は確かなので。肥前屋、仮にも上様のお情けを被ったこの私に念を押すとは無礼でありましょう。へえ、恐れ入りましてございます。直ちにこれ。いずれも南蛮渡来、公には手に入らぬものばかりでございます。さすがに見事な。何者です？闇目付け。誰か！この空室を改めろ。お、確かに肥前屋の屋号が。よし、これを出すところに出せば肥前屋、お前は軽くとも決勝遠投は免れんぞ。そればかりは。返してほしいか。俺は酒でございます。返してほしければわしの聞くことに答えろ。何事でございましょう。もう10年も昔、お前の国元の肥前唐津であった話だ。今の寺社奉行松の越前がな、まだ若君であった頃、情を交わした娘がおった。名を知恵という。その知恵なる娘、今どこで何をしておる？それが知りたい。何のことやら、
大地より私のような一介を飽きんのが、ご両親を若様の女のことだと知るよしも。それは通らんぞえ、肥前屋。私が大奥にあった頃見つかっていたお橋との一人が、肥前唐津の出でのその千恵という娘と親しかったという。そのお橋田の話では、越前が家督を継いで漁師となるや、千恵は唐津におれなくなり、そなたの肝煎りで密かにどこかへ身を隠したと。どうだ肥前屋、これでもまだ知らぬと言うつもりかな。お話いたします。妙だな、駕籠を担いでそんなに早く消えるわけはないな。この家を、ここは私の公儀目付役黒沢激怒の目屋敷では。銀座はおらぬか。お呼びでございますか。はい。目当ての品物を持つ女の居所が知れたぞ。ほう、それは。あの世以来、花房出雲の姿の見えぬのが気に入らぬ。邪魔の入らぬうちに一刻も早く品物を手に入れたい。これより即刻その女のところへ行く。一度集め。ほう。取った。突き止めました。突き止めたとか分かったとか目立つような態度するな。そこからすいません。何回言っても分かる。投げんから。ご苦労さん。これ半分やる。ああ。何に突き止めた。闇目付の正体です。なぜそれ早く言わんのだ。わかった、さっきからも。いや、落ち見たのプレーンだろ。この闇目付の正体って何者だったの。うん、驚いちゃいけませんよ。うん、れっきとした公儀目付役、黒沢劇です。目付役の黒沢劇だと。小倉の裏手の兵は劇の屋敷の兵です。小倉の中を調べてみたら、
床下から劇の屋敷へ抜け道がつながっているんです。表の役目で調べ上げた人の秘密を闇目付けとして利用していたわけじゃな。ごめん。あなただったの。しっかりしろ。今水を持ってきてやる。私を抱いて。手に入れられたお手柄でしたな。恐れ入ります。これを叱るべき筋を通して幕閣の主職の方々に披露すれば、いかに越前といえども爪腹を切らずはなりますまい。ではこれはお目付け役であるあなたの手にお任せいたしましょう。よろしゅうございますな。ご覧の通りです。肥前の唐津、あの人がまだ殿様になる前の話よ。その頃から学問好きの人でね、蘭学で私と知り合ってお互いに恋をしたの。私が17、あの人が19、二人ともまだほんの子供だったのよ。あの人は理想主義者で世の中を改革する情熱に燃えていたわ。私に起こす手紙の中でも、鎖国はやめるべきだ、幕府も倒して外国のように自由な国にしないと世界に遅れる、なんてそんなことばかり書いてくるの。でもそのうちあの人が後を継いで上司になると、すっかり事情が変わってきたのよ。二度と会えなくなったのはもちろんのことだけど、殿様が一人の子と付き合っていたことは世間の人に知れてはいけないというので、家来の人が私にお金をくれて、どっか遠くへ行けって、さもなきゃ殺すしかないっていうのよ。ところがあの人も江戸でお役に就くことになった。わかるみたい。知恵さんは今でもその人。静かに、三度と顔に傷。
傷がつきます。お待ち、待っておくれ。キズならいくらでも取られるほどに。金などはいらん。それを言う通りにしてくれ。あなたは闇目付けどころでだいぶ悪夢な真似をしたいと、その罪滅ぼしをしていたのか。闇目付けなど知らん。
さんのことも手紙のことも越前の神様はご存じない。それでいいのよ。これで過去はみんな消えたわ。これからは楽しい思い出を作るの。ああ、それがいい。もちろん力を貸してくださるわね。